それではいきますね、まあ、とにかく臨時記号が結構多いですから、はい、音音ってちょっと憎いけどもね、まずはちょっと一回このピアノの音をよく聞きながらそれに乗せていくつもりで大丈夫です。それじゃあもう一回一緒にねちょっとやってみますから、ちょっと音程、あとはもうまだね少し硬いです。だから線に乗っかってる感じじゃないんですね。どうしても自分で一個一個の音符で上がったり下がったりしてるように聞こえる場所が出てきちゃう。なるべく乗っけちゃおうね、一緒にやりましょう。はい、OK。 さあ、もう一回行ってみようかな。